レンタが目に入られたらしいんで、水中ドローンで見てみるかってことになりました。夜の撮影もちょっとしてみたいんで、ついでに。いいって。あ、ちょっと待って、明るさをマックスにしてみる。ここら辺から潜らせよっか。こっちやろ。じゃ一旦そこまで行くわ。流れないよね。あ、海底が見えた見えた。あ、見えた、海底が。どこやろう。いや、見えるは見えるよ、なんかいろいろ。フグがいる。フグがいる。ちょっと。クエじゃね、これ。クエっぽいのがいるよ。あ、フグだな。エンタのワイヤーは見当たらんけどね。あ、来すぎ？一旦浮上するけんさ。あ、全然違うとこ向いとうね。いや、絶対見える。この角度やろ、ちょうど。こっから沈んでまっすぐ歩こうと思う。仕掛けがちょうどこのライト上やろ。このまま潜ってまっすぐちょっと進んでみるけん。ワイヤーかなんかね、あるはずやけんね。仕掛けのあのラインが見つかるはずよね。張ってた方がいい。ないけどね。この角度やない？あ、ここから進んでいくわ。ちょっと今海底におるけんさ、見つかったらわかると思う。あ、あった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 。ちょっと待ってよ、今から見に行くけん。これは穴の中入ってるね。岩の穴の中に入ってるね、これは。あ、クエじゃね？なんかちょっと待ってよ。あ、ちげえな、ちげえな。なんかほんと穴の、でかい岩があるんよ。その真下の中に入り込んどけ、これ出てこんと思うよ。これ無理やと思うよ。あ、ちょっと待って、あの、裏から見てみる。裏側から見れるかもしれない。いや、それちょっと確認するけど、待って。いや、エンタこれ。うわ、でかっ、でっけえ赤旗がいる。でっかい赤旗がいる。エンタの仕掛けがね、針引っかかってないけどね。
え、どういうこと？いや、針は何もかかってないよ。うん、なんかね、多分これちょっと引っ張ってみて。引っ張ってる今。あ、じゃあこれ違う仕掛けや。違う人の仕掛けや、これエンタ。え？ちょっと一回上がっていい？なんか他の人の仕掛けが入っとうね。違う人の仕掛け俺を見よったかもしれん。そのまましょって。今 LINE を見ながら降りていくけん。あ、やっぱこれやな。でもいや、なんかね、あるけど魚はいないっぽいけどね。魚はいない感じするけどね。ちょっと待ってよ。他の人のね、ぐしゃぐしゃした仕掛けとかが映っとうけん、それに引っかかっとうかも。わからんぞ、これは。魚はいないよ、でも。ちょっとラインをピンピン引っ張ってみて。引っ張ってる？たるましてみて。引っ張って。ああ、これこれやね、エンタのラインだこれ。でも魚ついてないね。うん、多分そのまま外れたんやろね。クサフグがいっぱいおった。仕掛け、餌ついてないよ。あ、これ映るな。これ魚やな。カサゴがいる。おじさんが、おじさんご一行が。めちゃめちゃいるやん。
夜の撮影も面白かった。さあちょっと釣りします俺も。